北区立十条富士見中学校は東京都北区にある区立中学校。2008年に北区立十条中学校と北区立富士見中学校の東方校として開校。所在地は旧十条中学校の敷地。人間尊重の精神を基本に、心身ともに健康で主体的に行動できる人を育てる。十条中学校の十、富士見中学校の富士。 北区の木である桜、中の文字に折り込まれた5枚の桜の花びらに、両校の生徒が一緒になって十条富士見中学校を新たに築き、多くの生徒が集まり北区を代表する中学校になるようにという願いが込められている。デザインは、北区の統合校の校長をデザインした実績のある、隅田北斎美術館初代館長の菊田博士によって制作された。平成24年に、 旧十条中学校の敷地に開設。平成20年度より約4年をかけて、新校舎を建設するための計画策定、設計、工事を行った。整備コンセプトは、豊かな心と体を育む空間とし、広い高地の有効活用、生活の場として、居心地の良い快適な空間づくり、生徒のやる気に応える施設設備の整備。 わかりやすく、シンプルで機能的な建物、安全に生活ができ防災の拠点ともなる場所であることに配慮した。携帯電話、スマートフォンの使い方について、生徒が守る5つのルール、保護者が守る3つのルールを定めている。毎年6月、北区の公立中学で最大のグラウンドで開催される。短距離走、リレーなどの一般的な演技のほか、組体操、騒乱、 大向かでなどが行われる。毎年10月に開催される。文化部の活動の集大成として、劇や演奏、各学年の生徒や PTA による合唱、自分の考えを自分の言葉で発表する私の主張などが披露される。展示見学では部活動や授業、委員会などで制作した様々な展示物を見学できる。毎年9月に開催される陸上大会。 2017年9月29日の第55回大会で大会15連覇を達成した。毎年8月、2年生を対象に実施される2泊3日の国際交流キャンプ。世界の様々な国の留学生と生活を共にし、英語への関心を高めることや留学生と交流し、外国の文化を学び、日本を紹介することを通して、 国際理解を深めることなどを目的とする。ハイキング、キャンプファイヤー、ICP 発表などが行われる。毎年8月、1年生を対象に実施される2泊3日の活動。ライフセービング活動、セルフレスキュー体験、心肺蘇生法のほか、命の大切さ、ボランティア精神などについて学ぶ。 1> 第1学期始業式入学式マイナス国、学力調査理認識から引き取り訓練、PTA 総会修学旅行体育祭から、水泳指導中間講座体力テスト歯科講和と、学力調査、デイキャンプ夏季休業日引く夏季水泳指導夏季三者面談エイソシーナス、岩井林海学園夏季水泳指導挨拶運動、期末講座生徒会役員選挙から、 連合体育大会交通安全指導第1、学期修行式周期休業日から、第2学期修行式、文化祭連合音楽会3社面談主体、中間交差、新入生体験入学職場体験学習3社面談から、開校記念日引く遠足冬季休業日区、赤学会防災学校音楽鑑賞教室、中学校連合展覧会 PTA 総会、 遠足期末交差遠足奉仕活動から、卒業式、保護社会終了式春季休業日。ありがとうございます。